青葉公園は北海道千歳市にある公園。千歳市中心部から南西に位置している。市街地に隣接する公園でありながらも、自然のままの雑木林が残されており、四国湖や孫崎山まで続いている。園内の植物は80か360種が観察されている。公園内には図書館や公民館、スポーツセンター、陸上競技場、野球場、 テニスコートなどの施設が点在している。晴天の多い6月から夏にかけては、実業団陸上部の合宿が多く、毎年40から60件のべ1500から2000人の利用がある。冬季積雪時は、園内路及び園外を圧設整備したクロスカントリースキーのコースが開設され用具が無料で、レンタルできる。コースは3 8トルまたは3 2トルの ウォーキングコース3 2トルまたは1 9トルのクラシカルコース7 2トルまたは0 5トルのフリースタイルコースがある。千歳市自然環境保全条例により第二種自然環境保全地区に指定されている。古代の四骨火山噴火堆積物が積もった平坦地が南北二つの川によって削り込まれて残った大地であり、 川沿いは急斜面であるが、中央の大地は平坦な地形となっている。千歳神社が置かれている場所でもあり、青葉公園と千歳神社の境界は、アイヌ語で、老山と呼ばれていた。また、通称、神社山と呼ばれており、1887年に五代目、千歳軍各村古町に任命された、三木つと無が、故郷仙台の地名にちなみ、青葉山と命名した。 明治時代から、千歳製法の山林はすべて提出ご料林になっていたが、1944年に公園化するための現地調査を実施。戦後、国有林払い下げを受けた千歳町が1952年に一般公募によって、公園名称を青葉公園と決定。翌年に都市計画決定して、公園の整備を開始した。ありがとうございます。